合わせ鏡の悪意。私たち、もう無理だよ。なんで俺、何かまずいことしたかそれが問題なの。それがって。私と小一は、向いている方向が違う。あなたはいつもそう。仕事も、私のことも。だから、もう無理なの。待てよ。 わからない。どうしてまただ。思い出したくないのに、あの時のことを思い出してしまう。彼女に振られた記憶なんて、思い出したくないのに。見え。なんでどうして呼びかけても離れていく、彼女の背中。その瞬間、景色が変わった。また。もう、 やめてくれ。君島正一は頭を抱えて叫んだ。そこは四畳半ほどの壁も天井も床も全てが真っ白な部屋。ドアや窓はなく、代わりにあるのは二枚の鏡。合わせ鏡になっていて、その中には無限に続くかのように正一がいる部屋が映っている。どうやってこの部屋に入ってきたのかわからない。 いや、わからなくて当然かもしれない。これは夢。早く、早く冷めてくれ。もう見たくない。叫び出したい気持ちを何とか抑え、絞り出すように言葉にする。もし大きい声を上げたら、気づかれるかもしれない。合わせ鏡の向こうには、小一がいる部屋が映っている。そこにいるのも、 当然小一のはずだ。しかし、この世界では少し違う。鏡の中に見える小一であるはずの人間は、全く知らない誰か。男、女、老人、子供。一部屋に一人ずつ。部屋の色と同じ白い椅子に座ったまま微動だにしない。しかし、その中で唯一動くものがある。 黒い人影。人型の黒いもの。何なのかはわからないが、その黒いものは、それぞれの鏡の中にいる人の顔を覗き込み、また移動する、ということを繰り返している。誰かを探している。正一は、それが探しているのは、自分ではないかという気がしていた。あんな変なものに追われるようなことをした覚えはないはずだ。なのに。 これで三人目。何を基準にしているのかわからない。それは、顔を覗き込み、時折、その人間の首の骨を折る。唐突に。そして、首を折られた人間は、ありえない方向に首を曲げたまま、小一の方に顔を向ける。これまでに首を折られた三人は全員、自分と同じくらいの歳で、 自分に似ている雰囲気の男だということを考えると、そして、それでもまた、鏡の中を移動し、自分の方に近づいてくるところを見ると、それが狙っているのは、自分ではないかという気がしてくる。もしそうなら、殺された三人は、とばっちりで殺されたようなものだ。いや、これは夢。本当に死んでいるかどうかは。 そうだ。鏡を壊そう。どちらか一つでも壊せば。正一は、椅子を手に持つと、力任せに鏡に叩きつけた。よし。これで。割れたはずの鏡は、すぐにまた、何事もなかったかのように元通りになった。場面を巻き戻して、鏡が再生したわけじゃない。まるで、 紙芝居で次の場面に映ったかのように、鏡は割れる前の綺麗な状態に戻っている。なんで、確かに割ったのに。ここが夢なのはわかっている。現実世界の法則は通じない。夢はいつだって、思い通りには動かない。そのことに気づいても、絶望感は変わらない。それは、また一つ。 正一の方に近づく。もうやめてくれ。俺が何をしたなぜ俺を狙うんだなんではぁ。はぁ。はぁ。そこで目が覚めた。目覚めたのはいいが、恐怖は消えない。眠ればまた、あれは出てくる。どうにかしないと、いずれ。 正一は自分の目を見開いたまま固まった。目の前に合わせ鏡がある。ドアのない白い部屋、白い椅子。なんで、夢から覚めたはずなのに、まさか、まだ。状況を理解できないまま、自然と視線は鏡の方に動く。やめてくれ。 許しをこう正一の言葉を無視するように、鏡の端で何かが動いた。二週間前。ついスマホを見ちゃうな。君島正一は意気承していた。彼女に振られ、呼び止めることもできず、やりとりが残ったスマホを見ながら、この時ちゃんと話を聞いていれば、ここでこう言っておけば、 そんなことを頭に浮かべては、何も生まない時間を過ごす。はぁ、あ。そんなことをずっと考えるぐらいなら、彼女にやり直そうと連絡すればいい。そう思って、実際にそうしてみたが、彼女からの返信はなかった。既読になったかどうかを確認し、既読になっても返信がないことに傷つき、そんな自分が嫌になり、という悪循環の中、 それでも何とか仕事はこなす。地図や交通情報の検索などに使うアプリを開発する会社で、プログラマーをしている小一にとって、プログラミングに没頭している時間だけは、すべてを忘れて集中できる、快適な時間になっていた。今まで、これといった成果も上げていないし、ちょうどいい。転職をするより、こっちの方が楽だ。きっと。 君島、最近遅くまで頑張ってるな。アプリが思うように動作をしてくれず、どうするか思案していると、上司の松永が声をかけてきた。ええ、うちのアプリは結構評判いいですけど、いつ新しいアプリやサービスが出てきて、追い抜かれるかわからないですし、松永さんがいつも言っている通り、うまくいっているうちに、次の準備をしておこうと思って、 俺が言ったことを覚えてて実際にやってくれるのは嬉しいよ。でも、ちゃんと休むことも大事だからな。無理はするなよ。休みたくても休めない状況っていうのもあるからな。はい。今日は、あと10分ぐらいしたら帰ります。まあ。じゃあ、俺は先に帰るよ。お疲れ様です。お疲れ。うまくいっているうちに、次の準備をする。 三重とのことも、そうしておけば変わったのか。いや、そこはまた別の問題か。はぁ、あ。一瞬よぎった悲しい気持ちを振り払うと、モニターに意識と視点を移し、それからいろいろと試案を続けたものの、これといったアイデアは出ないまま、30分後に会社を出た。ふぅ。家に着き、荷物を置くと、 疲れがどっと襲ってきた。このまま寝たい。しかし、このまま寝たら、明日の朝になって、風呂に入っておけばよかったと思うのは目に見えている。そんなところまで、後悔はしたくない。熱いシャワーを浴びて、体が温まると、体は喋寒し、一気に眠気が襲ってくる。ん白い。 そこが自分の部屋ではないことはすぐに分かった。広さも壁の色も違う。夢明晰味の経験がない小一にとって、夢というのは、それがどんなにめちゃくちゃで非現実的なことでも、その中にいるときは、それが現実に思える。目覚めた後、変な夢を見ていたと思うものだが、今見ている景色、自分がいる場所は、 それが夢の中らとはっきりとわかる。なぜわかるかと言われても困るが、覚醒している時に過ごしている世界を、現実だと疑っていないのと同じだ。合わせ鏡何なんだこの場所は。四畳半ほどの真っ白な部屋には、ドアも窓もなく、あるのは真っ白な椅子と、膝のあたりまで映る鏡。その鏡が、 合わせ鏡になっている。なんだあれ鏡の中には、小一がいる部屋が延々映っており、同じように、小一自身が映っているはずだが、実際には、知らない人たちが映っている。年齢、性別、すべてバラバラで、知り合いはいない。そして、もう一人。いや、人と言っていいのかわからないが、 黒い人型のものが、椅子に座る人たちの顔を覗き込んでいる。何をしているのかわからないが、顔を確かめているように見える。誰かを探している。そう思った瞬間、その人型のものが、座っている男の首をへし折った。なっ。急激に鼓動が速くなり、胃が縮むような感覚になり、汗が滲む。 そんな小一の状態を無視して、人型は何事もなかったかのように次の部屋に移ると、同じように椅子に座っている人の顔を覗き込んでいる。このまま行くと自分の方に来る。その想像で鼓動がさらに速くなった瞬間、目が覚めた。はぁ。はぁ。ただの夢。 そのはずだが、あまりにリアルな感覚と、夢の中とはいえ、自分が見ている中で人が死んだという事実は、小一の心を重くした。振られたことが、思っている以上にストレスになっているのかそれとも、最近毎日遅くまで仕事をしているから、疲れから妙な夢を見るのかまあ、今日だけだったらいいか。どんな夢を見るかなんて。 コントロールできないし。言いながら、小一は嫌な予感がしていた。今日見た、黒い人型が出る夢は、この後も続くような気がする。もしそうなら、いずれあの人型は、自分のところに。考えすぎてもしょうがない。そう頭を切り替え、さらに仕事に没頭したが、嫌な予感は的中し、 毎晩眠るたびに、それは近づいてきた。首の骨が折られるのは、毎度のことではなく、それはつまり、人を見てやっているということを意味していた。無差別ではない。それでも、どんなにおかしな夢でも、夢である以上、自分の精神的なことに問題があると思い、病院で検査をしたり、カウンセリングを受けたりしたが、薬の効果や失恋のこと、 悩みのことを相談したことで、心はずいぶんと楽になり、安定したが、それが迫ってくる夢だけは、解消することができなかった。精神的なことじゃないとしたら。でも、馬鹿らしい。そんなことあるわけが。小一は、幽霊とかそういった類のことは信じていない。そういうものは、目の錯覚や、思い込みから来るもの。 そう思っていたが、今自分に起こっている状況は、どうにも説明がつかない。夢の続きを見ることはたまにある。でもそれは、ある夢を見て、目が覚めて、そのまま寝た時の話だ。日をまたいで、しかもそれが何日も続くなんて、今まで体験したことがない。寺か神社か、そっちに相談するしかないのか。 参拝に行ったりすることはあっても、妙な夢を見るから、そんな相談したことがない。そんな相談を本当にしていいのか、したところで、信じてもらえるのか。疑問や不安ばかり浮かんでくるが、今、他にできることがない。小一はスマホを手に取ると、受け負ってくれそうな場所を探し始めた。行っちゃ悪いが、気味の悪い遺体だな。 市民警部補は、眉を潜めながら言った。異様な感じですね、確かに。部下の谷山が言う。小一が神社や寺を探し始めた頃、市民たち警察は、ある変死事件に悩まされていた。犠牲者は、今目の前で死んでいる男で二人目。他殺であることは間違いなく、死因もはっきりしている。しかし、どうやって被害者の家に侵入し、 どうやって殺害して、どうやって逃げたのか、それがわからない。二人の被害者は、共に首の骨が折られていた。力任せに、一回の動きで折られ、首がブランとしている。一方の被害者は、親と同居しており、死亡推定時刻に、親は家にいて、寝ていたわけでもないのに、誰かが入って、出て行った物音も、悲鳴も、 何も聞いていないという。現場を見て、それをそのまま素直に受け取って、何が起こったのかを説明するなら、テレポートしたように、被害者の部屋に犯人が現れ、被害者に気づかれずに近づき、力任せに首の骨を折り、またテレポートして出て行った、ということになる。しかし、そんなことがあるわけがない。常識的に考えれば。 不思さん向けの事件のように思いますけど。そうかもしれないが、俺は今別件で忙しい。谷山、お前に任せる。え、ちょっと。鑑識に聞かなかったか被害者の首から犯人の物だしい指紋が採取できたそうだ。ありえないぐらい濃く残っていたらしくて、そのこと自体は不可解ではあるが、指紋が出たんだし、そこからたどれるだろう。でも、データベースになければ、 行き詰まったら連絡しろ。でも悪いけど、この事件の捜査はお前が就寝でやってくれ。連絡していいなら、わかりました。でも、何ですか別件って。個人的なことだ。いいから、お前は目の前の捜査に集中しろ。不思が現場から離れると、谷山は捜査を再開した。これだけ不可解で、何の証拠も残していない犯人なのに、 本人の特定に繋がるような指紋を残したのは、どういうことだろう残さざるを得ない理由があったのかそれとも、どうせ見つかるわけがないと、警察を挑発しているのか指紋が見つかったことは、逆に不気味に思えたが、重要な証拠であることに間違いはない。谷山は、現場を調べ終わると、指紋を調べるために、警察署へ急いだ。 ちょっと、ちゃんと話を聞いてくださいよ。これで5件目。正一は、ネットで探した寺や神社を回っていたが、どこも、小一を見るなり、うちでは難しいと言って相手にしてくれない。少し離れたところでも、電話して事情を説明、来てくれと言われれば、行くことはできるが、行った結果、やはり無理だと言われるのは辛い。その間にも、 それは夢の中に現れ、近づいてくる。時間はあまりない。うちでよければ、お話を伺いましょう。とても穏やかで、しかし力強い目で、安藤正信は言った。八軒回り、同じように断られ、諦めかけていたとき、事前に調べたのとは違う寺を見かけ、入ってみたところ、 安藤の方から声をかけてきた。そこで、悪夢に悩まされている。病院に行っても、カウンセリングを受けても改善されない。相談に乗ってほしいというと、話を聞くと言ってくれた。法名もありますが、私は一般的な、本名で呼ばれる方が好きでしてね。安藤と呼んでください。年は69歳とのことだが、 年齢を感じさせない活力がある。この人なら、真面目に話を聞いてくれるかもしれない。小一は、直感的にそう思った。悪夢に悩まされているとのことですが、確かにあなたは、何か悪いものに疲れているようですね。いや、疲れているというか、なんでしょう。何か、一般的に言うところの、 悪霊に疲れているのとは少し違うようですが心当たりがないんです変な場所へは行ってないし仕事やプライベートでも人に恨まれるようなことはしていないはずですし少し前に彼女に振られたのは確かにかなりのストレスになりましたが黒い人型が自分に近づいてくるそんなもの振られたことが影響してみるような夢でもない気がして それに、連日ですし、悪霊でないとしたら、呪いの類か。ここに来る前に、他の寺や神社も回ったんですが、ほとんどが門前払いで、話を聞こうとしてくれた人も、話の途中で、顔を引きずらせて、やっぱりうちでは無理だと。ようやくここにたどり着いたんです。なんとかお願いできませんか。幽霊とか、 悪霊とか、俺にはよくわからないんですけど、このままだと、俺はきっと、大丈夫。お引き受けします。あなたについているものの正体が何かは、まだわかりませんが、まずはそれを炙り出してみましょう。準備してきますので、ここでお待ちください。ありがとうございます。安藤は、呪いかもしれないと言っていたが、 だとすると、誰かが自分を恨んで。正一は、改めて色々考えてみたが、どうしても思い当たるものがない。自分が何とも思っていなくても、そんなことで、と思うことであっても、ある人にとっては、許し難いことがあるのはわかっている。わかっているが、それにしても思い当たらない。そもそも、そこまで人と深く付き合うのも好きではない。 相手が恋人であっても、どこか。そうか。だからか。恋人だった三重が離れていった理由。煮えきらない正一の態度に、これ以上先はないと思ったのだろう。同時に、彼女が何を望んでいたのかも理解した。こんな時に気づくなんてな。なんだか、追い打ちをかけられているみたいだな。 見えのことも、仕事でも、真剣に向き合ってこなかった。その態度自体が、いろいろなところに影響を及ぼしている。そのことに気づいたのは良かったかもしれないが、心が疲弊しきった今、その現実を突きつけられるのはかなりきつい。人型の剣が終われば、問題は一つ解決する。そうしたら、あわぁ突然、 大きな声が聞こえた。安藤さんの声じゃない。もっと若い。お嬢様、ま。お嬢様が。声が下方へ走ると、六畳ほどの部屋で腰が抜けたように座り込んで震える寺の職員とおぼしき若い男性と、部屋の真ん中あたりに倒れた安藤の姿があり、その周囲には、ちぎれてバラバラになった術や、 おふらが散らばっている。あ、安藤さん安藤はうつ伏せに倒れた状態で顔だけが上を向いている。ありえない。首の骨が折れてでもいない限りは。救急車、救急車を呼ばなきゃ。職員が這いずるように部屋を出ていくと部屋には安藤と正一だけになった。 首の骨が折れている。あれが、あの黒い人形がやったのだろうか。証拠はないが、遺体の状況やタイミングを考えると、そうとしか思えない。もうやだ。俺のせいで。夢じゃない、現実の世界でまで。俺を助けようとしてくれただけなのに。小一は、急げ部屋から出ると玄関へ走り、 靴を履いて、そのまま逃げるように寺を出た。自分のせいで人が死ぬ。その現実から逃れるように、人気のない場所を探して、走り続けた。安藤正信が死んだ。もがみ明にとって、それは予想外のことだった。先月会ったとき、安藤は元気で、 実年齢よりも十歳は若く見えたし、病気というわけでもなかった。それが、突然の死。納得がいくものではない。もがみさん。弔問のために寺に行くと、安藤の妻が迎えに出てきた。奥様。わざわざありがとうございます。い,いえ。あの、一体何があったんですか 私にも詳しいことは、何分突然のことで、まだ現実を受け止められてなくて。そうですよね。申し訳ない。い,いえ。私は何があったのか、詳しくはわからないのですが、職員の話によると、除霊を頼みに来られた方がいて、その準備をしている時に、ということらしいんですが、警察は、 殺人の可能性があると言っていますし、もう、私には何が何だか。除霊殺人奥様、すみませんが、その職員の方と会わせていただけませんかね、ええ、わかりました。呼んできますので、それまで中でお待ちください。失踪の和室に案内され、少し待っていると、若い男の職員が、 安藤の妻に続いて歩いてきた。彼が主人の遺体を最初に発見した。前田と言います。前田さん、私はもがみと言います。唐草山神社で神主をしています。安藤さんとは10年以上の付き合いで、いろいろとお世話になっていた方ですし、今回のことは本当に残念です。はい。 お辛いと思いますが、教えていただきたいのです。何があったのか、知っていること。これ。前田はそうつぶやくと、野郎帳のようなものをテーブルの上に置いた。これはこれは、除霊に来た方の名前や連絡先を書いていただくものです。このページの一番下の方が訪ねてきて、お嬢様と話をした後、 君島正一。この方の除霊をするために、準備をしているときに、安藤さんは亡くなったと。状況からすると、そうなります。警察も、そう判断したようです。死因は、首の骨が、力任せに折られたように、ありえない方向に向いていて、首が、うわぁ 落ち着いて、大丈夫。もうそれ以上は。うん、すみません。いいんですよ。確かに、それを見たら、警察が殺人と判断してもおかしくはない。でも、昼間だったし、誰も犯人らしき人を見ていないですし。確かに不可解ですね。前田さん、この君島正一という人が、 具体的にどんな話をしていたかはわからないんですね。はい。話を聞いたのは、お嬢様だけで。この君島という人に連絡を取ってみてもいいですかえ、えっと、奥様、どうしましょう構いません。主人の死について何か知っているなら、話してもらいたいですし。ありがとうございます。 連絡先を控えさせてもらいますね。もがみは連絡先を控えると立ち上がった。もがみさん、調べてくださるのはありがたいですが、気をつけてくださいね。奥様、お心遣い、恐れ入ります。また連絡しますよ。もがみは深々と頭を下げると、寺を後にした。さて、 あんたは何を持ち込んだんだ君島正一君。車に乗り込み、寺から少し離れ、交通量の少ない場所に車を寄せて止めると、もがみはスマホを取り出し、君島正一の番号にコールした。自分がこのまま死ねば、すべて解決するのだろうか。正一は、そんな気持ちに苛まれながら、 公園のベンチに腰掛け、文字通り頭を抱えていた。病院も、カウンセリングも、寺も神社も、すべてダメ。なら、どこに相談すればいい霊媒師。いや、多分無駄に金を取られるだけだし、真面目にやってくれる人がいたとしても、そうなったらそうなったで、また死んでしまうかもしれない。くそ。 くそ誰だよ、こんな時に。画面を見ると、知らない番号が表示されている。普段なら出ないが、絶望的な状況への怒りが一番強く出ていたせいか、空気の読めない電話の相手に、その怒りをぶつけようと、小一は電話に出た。誰だ君島小一さんのお電話ですかあんた、 誰だ私は、もがみあある神社の神主をしています。安藤正信さんのことで、話を聞きたいんですが。安藤さんの、お知り合いですか少し歳の離れた友人と言ったところです。いろいろとお世話にもなっていました。そう、でしたか。すみません。今ちょっと、苛立っていたもので。 それは構いません。大枠の話は安藤さんの寺の方に聞きました。警察は安藤さんの死を殺人事件として捜査しているみたいだが、私はあなたが犯人だと思っているわけじゃない。かといって、警察が殺人として調べることも間違っているとは言えない。不可解な状況を理解するには、君島さん、あなたに話を聞く必要がある。 場合によっては、力になれるかもしれないし、それがあなたに起こっている問題を解決することにつながるかもしれない。あって、話をできないだろうか。わかりました。俺は今、増村自然公園というところにいるんですが、必死で走ってきたから、どうやって来たのかわからないけど、寺からそんなに離れていないはずです。その公園なら、 大体の場所はわかります。これから車で向かいますので、そのままそこにいてください。わかりました。安藤の友人。正一は、さらに気分が落ち込んできた。自分が安藤を殺したわけではない。しかし、自分が寺に行かなければ、安藤は死ななかったはず。そう思うと、いたたまれない気持ちになる。先ほどの電話の主、 もがみという男は、力になれるかもしれないと言ったが、本当は俺を見つけ出し、問い詰めるか、警察に突き出すつもりなのではないか。しかし、もしそうだったとしても、小一には選択肢はなかった。今のままでは、自分の死を待つ以外にない。仮に警察に突き出されても、それならその方がマシかもしれない。君島さんですか 太く、低い声がして、顔を上げると、一人の男が立っていた。日焼けをした顔と、鋭い目つき。一見すると威圧的に見えるが、不思議な安心感がある。最上さんですかそうです。お会いできてよかった。でも、どうやって俺の連絡先を安藤さんのところで、 除霊をお願いするのに、名前と連絡先を書いたでしょう。個人情報なので、本当は良くないんですが、状況が状況だということがあり、寺の方に許可をもらって、連絡させてもらいました。そうでしたか。いや、そこは別にいいんです。ただ、なぜ連絡先が分かったのか、気になっただけで。それでその、寺ではどこまで話を聞いたんですか あなたが何かに悩んで寺に来て除霊を頼んだこと。除霊の準備をするために安藤さんが奥の部屋に行き、その後職員の男性が遺体を発見。悲鳴を聞いてあなたも安藤さんの遺体を見た。それぐらいです。あなたが安藤さんにどういったことを頼んだのか、相談したのかは他の誰も知らないので。なるほど。じゃあ、 お話しします。実は、一週間ちょっと前から、妙な夢を見るようになったんです。妙な夢ええ。四畳半ほどの合わせ鏡がある部屋にいて、俺はそこから出られない。合わせ鏡の中には、俺がいる部屋が映っているんですが、部屋にいるのは、俺じゃない誰か、知らない人たちなんです。その人たちの顔を、 黒い人型のものが覗き込んで、徐々に俺の方に近づいてくる。それで、何を基準にしているのか、はっきりとはわからないけど、黒い人型は、これまでに二人の男の首の骨を折って、殺している。夢の中ではあるけど。首の骨を。最初はただの、君の悪い夢かと思っていました。でも、 夢はまだ続いていて、それは徐々に、俺の方に近づいてきている。精神科にも行ったし、カウンセリングにも行った。でも異常はなくて、仕方なく、寺や神社を回ったけど、断られて。ようやく受けてくれた安藤さんは、亡くなってしまった。もう、どうすればいいのかわからなくて。なるほど。そうなると、 安藤さんは殺されたと見て間違いはなさそうだけど、殺したのは人間ではなく、黒い人型の何かということになるのかな。おかしなことを言っているのはわかります。でも、それしか説明のしようが。大丈夫。君島さんを疑っているわけじゃないですよ。実際、あなたからは妙なものを感じるしね。その人型が出てくるのは、夢の中だけですか 夢の中だけか。しかし、安藤さんを殺したのがそれなら、現実の世界にも出てくることはできる。なのに出てこないまま、夢の中だけで安藤さんを追い詰めてる。ということは、出てくるためには何か条件がいるのかそれとも、いつでも出てこられるけど、獲物を追い詰める過程を楽しんでいるのか そこまでの恨みを買うようなことは、していないはずなんですけどね。あの、安藤さんがそれに殺されたのだとしたら、理由は単純に考えれば、除霊しようとしたからでしょうね。自分に被害を加えようとする相手を先に始末した、といったところでしょう。やっぱり、そうなのか。それなら、 もういいですよ、もがみさん。いいというのは、黒い人型の狙いが俺なら、俺が死ねば終わります。もう、たくさんです。夢の中でとはいえ、人が死ぬのを二回も見て、一人は俺を助けようとしてくれて、殺されてしまった。これ以上、自分のせいで人が死ぬのは見たくありません。なるほど。君島さん。 あなたは心の優しい方のようだ。でも、それはあなたが狙われているという前提が正しければの話です。もしそうじゃなかったら、それは無差別に襲っているだけで、君島さんを手にかけた後も行動をやめなかったら、その場合、君島さんの覚悟は無駄になってしまいます。それは、でも、人型の狙いは間違いなく俺ですよ。 だから、そんな心配は残念ながら、そうもいかないようなんですよ。え、なぜですだって。今日、寺に向かう途中で、ニュースを聞いていたんです。その中で、変死事件のニュースがありました。おそらくは殺人事件で、同一犯によるもの。被害者は男性二人。ニュースではそれ以上の詳細はわからなかったので、 この公園の場所を探すついでに、少し調べてみたんです。そうしたら、殺害されたと思われる男性は、いずれも自宅で就寝中、首の骨を折られて殺害されたと見られる、という記事がありました。似ていませんか遺体の状態が、安藤さんのものと。そんな、じゃあまさか、夢の中で殺された人は、 現実世界でも死んでるってことですかおそらくは。だから、君島さんが死んでも、それが消えなかった場合、ある日突然、変死体が発見されるという状況は続きます。しかも、誰が狙われているか、どこに現れるのかもわからないまま、ずっと続くことになる。下手をすれば、社会に混乱をもたらすことになるかもしれません。じゃあ、 どうすればいいんですかもちろん、それを始末する以外にありません。でもそれじゃあ、もがみさんも確かに危険はあるでしょう。しかし、友人でもあり、恩人ともいえる安藤さんを殺害したのがそれなら、私個人にも、それを始末する理由があります。だけど、迷っている暇はありません。また誰かが殺されるかもしれない。 行きましょう。行くって、どこにですか私が神主を務める神社にです。そこでお祓いをします。正一は、どうするべきか迷っていたが、最上が言ったことが事実だった場合、確かに自分がどうこうするだけで解決する問題ではない。わかりました。行きましょう。迷いが断ち切れたわけではない。しかし、 行動を起こさなければ、ただ時間が過ぎていくだけ。小一は迷いを抱えたまま、もがみの車に乗り込んだ。ここです。一時間ぐらい走っただろうか。車は、もがみが神主を務める、唐草山神社に着いた。走っている最中、眠ってしまうのを防ぐためか、もがみは時折、たあいもないことを材料に、 正一に話しかけた。疲労が溜まっていて、眠りたくなくとも寝てしまうかもしれない。かと言って、初めて会った人と、そこまで打ち解けられない正一にとって、もがみの気遣いは、とてもありがたかった。早速始めましょう。こちらへ。昇殿参拝の時に上がる場所に案内され、正一はそこで、正座をして待った。もがみは、 準備をしてくると言って奥に消えたが、安藤の時のことを思い出し、正一は思わず身震いした。お待たせしました。偶児の姿で戻ってきた最上を見て、小一は安心したが、最上の顔からは緊張感が消えていない。それを見て、正一は再び姿勢を正した。始めましょう。そう言うと、最上はノリとを唱え、 やがて正一の方を向くと、再びノリとを唱え、文字通りの払う仕草をした。急に静かになったので、正一は目を開けた。目の前には、もがみが立っている。だが、その顔には、懸言な表情が浮かんでいる。もがみさん。どういうことだ。なぜ。どうしたんですか 払えない。え払えない。払えていないんです。お払いに不備があったわけではありません。しかし、君島さんから感じるそれが消えていない。失敗、ということですかそれなら、もう一度やれば。いえ、結果だけを見ればそうですが、失敗とは少し違う。 存在しているのは夢の中だから、届かないのかでもそれなら、除霊も同じはず。しかしそれは安藤さんを殺した。なぜだ除霊なら、届いたかもしれないから。除霊とお払い、それほど違いはありません。取り付いた霊を取り除く、払うという意味では。だから、除霊だからということはないはずです。 つまり、どうしようもないってことですか確かに、私の力ではどうしようもないかもしれません。そう、ですか。別の力を借りましょう。別の力それの正体が何がわからず、除霊することも、払うこともできない。情報も力も足りない。それなら、別の知識と、知恵と、 力を借りましょう。一体何を科学の力です。科学科学って、科学者の力を借りるってことですかそうです。でも、科学はこういうわけのわからないものから、一番遠い場所にあるものじゃないんですか一体誰が、こんな話を信じるんですか 科学者もいろいろです。ちょっと連絡してきますので、このままここで待っていてください。足は崩しておいて大丈夫ですよ。科学の力を借りる。一人残された小一は、もがみが何をしようとしているのかわからず、ただただ不安になった。自分の力が通じないために、やけくそになって言っているだけじゃないのか。もしそうなら、もういい。もう疲れた。 小一は絶望というものがどういうものか初めて知った気がしていた。公園での状況はそれでもまだ心に余裕があったのだ。理不尽な状況に抗おうとする苛立ちの気持ちが。でも今はそれもない。真っ暗で何も考えることができない。何も感じない。これが絶望なのだ。真っ暗で 何も感じない。無気力が死配する。感情が存在しない。この心が。行きますよ。その声に、ゆっくりと顔を上げると、私服に着替えたもがみが立っていた。今度はどこに行くんです病院ですかそこで、科学的な治療でも。研究所です。研究所なんだ。 何かの実験でもするんですかいいですよ。もう何でも構わない。どうせ何をやっても。突然の衝撃に、小一は何が起こったのかわからなかったが、頬から感じる痛みで状況を理解した。見上げると、最上がさらに鋭い目つきで見つめている。辛いのはわかる。解決策が見えず、死が迫ってきている。 絶望的な気分だろう。だがな、問題の中心にいる君が、そこから逃げるな。自分で戦おうとしない人間に、未来を掴み取ることはできない。突然現れたわけのわからないものに、理由もわからずに殺されて、それでいいのかそれで納得できるのかこのまま死んでもいいと思うほど、やりきったのかできることをすべてやったのかわずかでも、 目の前に可能性があるのに、それを試さずに終わるのか。どうせ死ぬなら、最後まで抗ってみせろ。もがみさん。こんなに本気で強いことを言われたのは、いつ以来だろうか。社会に出てから、仕事でパワハラ的なことを言われたことはあっても、喝を入れるような、そんな本気の言葉を受けたことはなかった。 ありがとうございます。もがみさん。礼などいい。もしやれだけやってダメだったら、きっと俺も死ぬだろう。俺はそれでもいいと思ってる。でも、できることはしよう。はい。恐怖や絶望が完全に消えたわけではない。精神が安定したとも言い難い。しかし、立ち上がって歩き、 できることをするだけの気力は戻った。行きましょう。最上と小一は車に乗り込むと研究所に向かった。い駒ま慶太郎は興奮していた。友人である最上からの連絡によると、絵体の知れない何かに取り憑かれている人物がいて、除霊をしようとした住職は殺され、 自分がやったお祓いも通用しない。いわゆる幽霊や悪霊の類とは違うかもしれないから、力を貸してほしいという。面白いじゃないか。ああ、しかし、人が死んでるのに面白いなどと言ったら、またもがみに怒られるな。そうだ、沢村も予防。大仕事になりそうな気がするし、奴の知恵も必要だろう。イコマは、 超常現象は科学するという考えのもと、様々な研究を続けており、学者の中では異端児扱いされている。専門は一応心理学だが、必要ならどんな知識や技術でも使い、どんな理論でも頭から否定はしない柔軟性があるが、人命や人権よりも実験を優先する傾向にある。また、偉そうだという理由で、白衣を嫌っており、本人そのものを表すような、 ダークスーツを着ている。寺や神社の関係者の間でも有名で、霊媒師にも嫌われているが、同じように、問題解決のためなら何でも使うという考えを持っている最上とは、職業や立場の違いを超えて気が合い、良好な関係を築いている。偽物はうんざりだが、今回は期待できそうだな。黒い人型のそれは、 夢の中を移動してくるらしいが、現実世界に出てくることもできる。お祓いが通用しなかったのは、夢の中にいるからかもしれない。本当に通用しないなら、住職は殺されていない。だが、夢の中にいる限り除霊の影響が及ばないなら、殺す必要はなかったはずだし、何かしら殺す理由があったと思われるが、それが何かはわからない。 モガミの話を聞いた限りでは、確かに通常の悪霊とは違うようだし、実際に死人が出ている以上、錯覚や思い込みの類でもない。ニュースでやっていた変死体の事件も、それの仕業だろうとモガミは言っていたが、本当にそうなら、これは本物だろう。偽物はうんざりだからな。<laughs> ビっ 来たか。なんだ、沢村か。まあいい。なんだか嬉しそうですね、イ駒さん。研究所に入ってくるなり、沢村よりは言った。いりという名前は、宮本武蔵が好きな彼の父親が、武蔵の養子であったよりから取って付けたもので、若い頃は、女性のような名前だとからかわれたこともあり、あまり好きになれなかったが、 40を過ぎた今では結構気に入っているらしい。脳神経学の学者で統合失調症や双極性障害を治療するための研究を続けている。硬い雰囲気だが好奇心音声で腹も座っているため、ほとんどの人間が敬遠するイコマを前にしても動じず、研究の手伝いをしている。電話で軽く説明した通り、今回は本物みたいだからな。 もがみの話を聞いた限りではかなり期待が持てる。もがみさんがわざわざイコマさんの力を借りに来るなんて珍しいですね。研究についての議論はしても力を借りに来たことなんてほとんどないのに。今回はいろいろとわからないことが多いらしいし、もがみの説明を聞く限りじゃ普通な悪霊とも違う。よくわからないなり方が危険なものではある。 実に楽しみだ。楽しみなのは自由ですけど、もがみさんたちの前では口にしない方がいいですよ、それ。まあ,あ、わかっているさ。彼らが来るまでに、今回の件を聞かせてもらえますかまあ、そうだな。ことの発端はイコマは、沢村に今回の話をした。と言っても、もがみからは聞いた以上のことはないのだが、 ある程度、今の自分が思っていることも付け加えて伝えた。なるほど。確かに厄介そうですね。そうだろう。でだ、今のうちにできるだけ準備をしておこうと思うが、その前に、お前の意見を聞かせてくれ。ええ。私が思うところでは。なるほど。じゃあ、 君島という男が見ている夢と同じ部屋が必要だな。鏡と椅子はともかく、白い壁の部屋は。やりようはある。最上みたちが来るまでまだ時間があるな。買い物に行くぞ。じゃあ、ついでに私の研究室に寄りましょう。必要な機器を持ってきます。持ち出せるのか。少しぐらいは大丈夫ですよ。なんとかします。 二人は車を飛ばして買い物を済ませ、サー沢ロの研究所から必要なものを持ち出すと、急いで戻ってきた。モガミたちはまだ来ていないらしい。間に合ったみたいですね。よし、さっさと準備を始めるぞ。二人は準備を始めると、モガミたちの到着を待った。ビッ、ビッ。 相変わらずうるさいな、ここのインターホンは。研究所の入り口に付けられた小さなボタンを押すと、もがみは言った。イコマ生態科学研究所遠くから見たら結構ちゃんとした建物かと思いましたけど、近くで見ると結構ガタが来てるんですね。取り壊し予定だったものをイコマが買い取って自分の研究所にしたようです。 中は結構綺麗みたいだけど、外はこの通り。ま、そういうの気にするやつじゃないからな、イコマは。ガチャ。キー。おうもがみ、来たな。重い扉を開けて、中からイコマが顔を出した。突然ですまない。オンに切る。何を言ってやがる。面白い話なら俺はいつでも歓迎だ。おっと。 面白いは不謹慎だったな。で、そっちのお兄ちゃんが君島さんかそうだ。ふ、うん。なるほど。確かに何かヤバそうな雰囲気を醸し出してるな。やばそうって、あなたにもそういうのがわかるんですかいや、俺は霊感なんて全くないし、欲しいと思ったこともない。勘だよ。科学者の勘。 勘、ですか君島君、あまり気にしない方がいい。イコマ、早く中に入れてくれ。あまり時間がないと言ったはずだ。おお、そうだったな。そんなに怒るなって。研究所の中に入ると、イコマとは違う雰囲気を持った男が立っていた。不死なし眼鏡をかけて、とても穏やかで落ち着いて見える。わかりやすい安心感を持った人だと、小一は思った。 沢村さんも一緒か。君島くん、紹介しよう。こっちの、さっきドアから顔を出した失礼な男が、イ駒マ・太郎そして、そっちにいる落ち着いた雰囲気の人が、沢村より・イオリ。イコは、超常現象を科学するという考えのもと、色々と奇妙な研究を続けている男で、沢村くんは、脳神経学の学者で、統合失調症や、 双極性障害を治療する研究をしている。いい子まだ。まあよろしく頼むよ。沢村です。お話はだいたい聞きました。なんとか乗り切りましょう。あ、よろしくお願いします。危機的な状況は変わっていない。しかし、この二人を前にすると、不思議と気分が落ち着いてくる。ところで、君島くん。 はい。君は、幽霊とかそういった類のものを信じているのかイコマの突然の質問に、小一は戸惑ったが、何か言わなければと、正直に言った。いえ、今の自分の状況を考えると、何かしら、そういうものはあるかもしれないと思いますが、でも、やっぱり信じられないという気持ちの方が強いです。 なるほど。やはり思い込みによって自分を追い詰めたり、妙な考えに結びつけたりといったことでもないわけか。あの、何か問題でもいや、いいんだ。それでいいんだよ。私は幽霊も含めた超常現象の研究をしているが、そのほとんどは、思い込みや錯覚、場合によっては、精神疾患が原因だったりすることがほとんどだ。 私が求めているのは、それでは説明できないこと。そこには、新しい科学の発見もあるだろうしね。私はね、幽霊というものを否定しているわけじゃない。むしろいると思っている。しかし、証明できないものをいると言い切ることもできない。証明するのは、誰でも見られるようにする必要があるが、私の考えでは、幽霊というのは、 本物が目の前にいても見えるわけじゃない。そして見える見えないは、いわゆる見える人、見えない人の違いではない。見える見えないは、幽霊の強さによるのだ。強さそう、強さだ。幽霊にとっての強さとは、何かしらの思いだ。それは、善意に基づくものか、悪意に基づくものかは関係ない。単純に、 どれだけ強いかだ。それが強ければ強いほど人間が感知できる確率は高くなる。いわゆる霊感がある人というのはその感度が普通の人より強いのだ。微弱の電波でも感知できる。普通の人間ならアンテナ3つ分の電波がなければ感知できないものを霊感が強いと言われる人間はアンテナ1つの電波でも感知できるといったところだ。だから霊感がないという人でも 幽霊側の思いが強ければ、見たくなくても見えてしまうことはある。さっきも言ったが、思いはどんなものでもいいのだ。怒り、憎しみ、悲しみ、愛。ただし、その思いを持ち続けて、実体のような、人間が見える形のメンタルボディ、アストラルボディやエーテルボディなどと言われることもあるが、それを維持するのは、かなりのエネルギーが必要になる。だから、 ずっと見えているということはあまりない。人間だって怒りがずっと表に出たままでは疲れるし、どこかでクールダウンする。それと同じだ。逆に、そういった思いが高まるようなシチュエーション、心霊スポットで幽霊を怒らせるようなことをしたり、親子の感動の瞬間のような自然と思いが高まるようなシチュエーションだと、一瞬姿が見えたり、感じたりすることができるのは、 その瞬間に幽霊の思いが強くなるからだ。そういった意味で言うと、君についているそれは、安定して見えている異質な存在だ。夢の中だからからとも言えるかもしれないが、果たしてそれだけで説明がつくのか。その夢の中で見えている、移動しているという部分については、沢村から説明してもらう。夢というのは、未だに未解明な部分が多いですが、 その日見たものや感じたこと、そういった記憶したものを整理しているという見解が現在のところは主流です。私もその考えを支持しています。それを踏まえて今回の君島さんの件ですが、その黒い人型はある日突然君島さんの夢の中に現れた。ではなぜ夢の中なのか。私は記憶をたどっているのではないか。 と考えています。記憶を辿るどういう意味でしょう。俺の記憶を辿っているということですかい,いえ、たどっている記憶は、君島さんに何かしら、呪いのようなものを向けている人物のものです。合わせ鏡の中に映っている君島さん以外の人たちは、その人物、仮に A としておきましょうか。その A が見た人たち、 A の記憶の中にある人たちなのだと思います。A は何かしらの理由があって君島さんを探している。そして記憶の中を辿っている。黒い人型のそれが鏡の中の人たちの顔を覗き込んでいるのは君島さんかどうかを確かめているからで、夢の中で男性二人が殺された理由は君島さんに似ていたからでしょう。そんな、殺すほどの、 他の人を犠牲にしてでも殺したいほどの恨みなんて、俺は。残念ながら、それは相手がどう思うかによります。理不尽な話ではあるし、大半の人間はそんなことで、と思うようなことでも、ある人にとっては許し難いということもある。だから、それは誰にでも起こり得ることです。残念ながら。それはわかりますか殺すことのっていうのは。 確かに、少々行き過ぎな感じはしますけどね。しかしそういう人間も、一概にそうとも言えんぞ。どういう意味です呪いを向けている A 自体は、そこまでの思いは持っていないかもしれない。でも黒いそれは、A の制御が効かないようになっているかもしれない。まあもっとも、A もそれに気づきながら、抑えようとしていないという可能性もあるがな。 暴走しているということですかそうかもしれないが、違う見方もある。もし、怒りだけを増幅させたら、やがて殺意に変わる可能性もある。殺意そのものになると言ってもいいかもしれない。怒りだけを増幅そう、増幅だ。例えば、もともと辛いものに、さらに辛みを足したとする。そうだな。 カレーはもともと辛い食べ物だが、玉ねぎの甘みなんかが混ざっているから、ただ辛い食べ物じゃない。でも、カレー専門店なんかだと、辛さを足したりできるだろう。辛さ2とか3とか。2か3ぐらいなら、辛くなっても大したことはない。だが、辛さが10になったら、もうそれはカレーの旨みが消えた。ただの辛い食べ物になる。調和する食材がかき消されて、 カレーではない。別の何かになるということだ。人間の感情も似たようなものだ。人間の心をカレーが入った器だと考えてみろ。怒りや喜び、悲しみや楽しさ。いろいろな感情があって、その人間の心は形成されている。状況に応じて、何が強くなるかは変わる。甘口のカレーになることもあれば、激辛のカレーになることもある。だがどちらにしても、 ある程度のバランスは取れているもので、一つの感情だけが器を全て埋め尽くしてしまうようなことはほとんどない。瞬間的にはあってもやがて元に戻るものだ。だが、怒りの感情だけを増幅させたら。あるだろう。さっさと忘れればいいのに腹が立って出来事をいつまでも考えて頭の中全体に無意識に怒りを膨らませてしまうことが。まあそれでも、 どこかで覚めたり、やらなきゃいけないことが出てきて、忘れてなくなることがほとんどだろうが、もし、そういった邪魔が入ることなく、ずっと怒りを膨らませ続けたら、行き着く先は殺意だ。黒い人型のそれが何なのか、まだわからないが、さっき沢村が言ったことを踏まえて行動を考えると、それは、A の怒りが増幅されて生まれたもの。つまり、 A の殺意や悪意だけでできた存在ということだ。そう考えれば、似ているという理由だけで殺すのも理解できる。何しろ、殺意や悪意そのものだ。さすがに、明らかに違う女子供を手にかけることはないようだが。しかし、それももしかしたら、君島君に自分が狙われているとわからせて、恐怖を煽るためにやっているということも考えられるな。 殺意だけでできた存在ですか。そう考えると、恐ろしいですね。合わせ鏡は何を意味してるんだそれもまだわからんな。だが、それか A にとって、何か大きな意味があるものなんだろう。何かって。さーてな。合わせ鏡で異世界への道を作って、何かやばいものでも召喚したとかな。もしそういうものがいるなら、 ぜひ研究させてもらいたいものだ。お前なら本気でやりそうだな。なんだ、もがみ。お前だって興味があるだろう。大発見だぞ、見つけたら。今はそんなことを議論している暇はない。なんだ、ノリが悪いぞ。いこまさん、もがみさんの言う通りですよ。そろそろ、どうやってそれに対処するか、お話ししてもいいですかまあ、そうだったな。 すまんすまん、ついな。もう対処法を考えているのかええ。それは、夢の中だけに出てくること、君島さんを狙っていること、安藤住職が殺されたこと、もがみさんのお払いが届かなかったこと、それらを踏まえると、それは、現実世界に来ることはできるのに、夢の中にしか出てこないということは、何かしらの方法で、 寝ている状態を探知しているということだと思います。そして、除霊やお祓いが効かないわけではないが、夢の中、記憶の中を移動しているうちはそれらは届かない。でも、現実世界におびき寄せて、その瞬間にお祓いをすれば、倒せるはずです。本当に効かないなら、安藤住職を殺さなくていいし、むしろ生かして、除霊させて、無力さを味わわせた方が、君島さんを苦しめることができる。 それが、殺意や悪意の塊のような存在であるなら、似ている人の首を折って殺すような、もてすぶようなことをする存在なら、そうするでしょう。しかし、それは安藤住職を殺した。ということは、聞かないわけではないということだと思うんですよ。どうやっておびき寄せるんだやられるのがわかっていて来るほど馬鹿ではなさそうだぞ。騙せばいい。 騙すそうだ。それは悪意の塊だ。騙したところで罪悪感を覚えることもない。君島君は命を狙われているわけだし、正々堂々と対決してやる必要もない。具体的にどうするんだ騙すというより、勘違いさせる、錯覚させる、という感じですかね。夢の中と同じ部屋を用意して、君島さんにはそこにいてもらいます。 夢と同じ部屋だって。まず、君島さんにはその部屋で寝てもらいます。そして、それをモニターしつつ、電極をつけて脳波のデータを取る。目を覚ましたら、覚醒した状態で、今度は取得した脳波を出して、起きているのに寝ているような状態にする。もう少し具体的に言うと、現実世界と夢の世界、二つの世界があると思ってください。君島さんは必ずどちらかにいる。 それは、君島さんが夢の世界にいる時に襲ってくる。夢の世界にいたままだと、こちらからは手が出せない。だから、現実世界におびき寄せる必要があります。そのために、眠っている時に取った脳波ウウを、覚醒した状態で出るようにして、それに探知させる。それは、君島さんが寝ている状態だと思って追ってくる。部屋も、夢の中と同じ。でも、 そこは今私たちがいる現実の世界。出てきた瞬間を逃さず、もがみさんがお払いで消す、という感じです。騙すってそういうことか。しかし、脳波ウウを流すって、そんなことできるのか。AI にノウハウを送って、文字入力をさせるという研究も進んでいます。それに比べれば、ただ流すだけなので、難しくありません。なるほど。 しかし、流すのがうまくいったとして、それが出てきたことはわかるのか肉眼で捉えられるとは限らないぞ。いや、わかる。もがみ、いくらお前が鈍感でもな。何しろそれは、悪意や殺意の塊だ。嫌でも見えるし、見えなかったとしても、そこにいるのはわかる。なるほど。まあ確かに、イコマの説が正しいなら見えるだろうな。 それだけ強い思いを持っているものなら。だけど、それが幽霊かどうかもわからないし、予想通りに行くかは。いわゆる幽霊とは違うだろうが、そういう系統のものではあるだろう。呪いでも生き量の一種でも、メンタルボディ的なものであると見て間違いはない。仮説の域を出ないのは認めるが、正体がわからない以上、やってみるしかない。正体を探っている時間はないわけだからな。 まあ、な。待て、もう一つ。なんだ次に夢を見たときに、それが君島さんのところまで来てしまう可能性もある。つまり、脳波を取る段階でだ。目を覚ましたらというが、覚ます前に。つまり、それほどの恐怖を感じれば、脳波にも変化が起きます。脳波を見て、目を覚まさないようなら、私たちが起こせば大丈夫です。 そうか。ま、様子をしっかり見てるしかないか。そう。ちゃんと見ていれば大丈夫、ということです。では、君島さん、早速部屋に移動しましょう。え、あ、はい。何をどうするつもりなのか、正一にはわからなかったが、今は彼らを信じて従うしかない。こちらです。沢村がドアを開けると、その中には夢で見た部屋があった。 すごい。本当にそっくりだ。よかった。聞く限り、それほど難しい部屋ではなかったので、用意するのもそれほど難しくはなかったですよ。ドアも閉めてしまえば、そこにドアがあるのはほとんどわかりません。一瞬欺くだけなら、問題なくその役目をこなしてくれるでしょう。それで、俺はここで眠ればいいわけですかえ、ね、え。 で、この電極をつけてください。これも、外から見えづらいものになっているし、これをつけてもらえば、私たちが待機する部屋にある装置に脳波ウウが表示されます。わかりました。眠れそうですかかなり疲れているので、すぐに寝てしまうと思います。怖いですけど。相手は得体の知れないものだし、私たちがやろうとしていることが、 確実にうまくいく保証はありません。でも、他に方法がない以上、可能性があることを試していくしかない。大丈夫。道は必ずあるものですから。はい。よろしくお願いします。お任せください。では、後ほど。沢村が出ていくと、小一はそこが、夢なのか現実なのか、わからなくなってきた。ドアがあった場所は、 かなりよく見ないと何もないように見えるし、疲れで頭がぼーっとしていることもあり、夢と現実の境界線にいるような、そんな感覚になっているからかもしれない。私たち、もう無理だよ。なんで、俺、何かまずいことしたかそれが問題なの。それがって。私と小一は、向いている方向が違う。 あなたはいつもそう。仕事も、私のことも。だから、もう無理なの。待てよ。わからない。どうしてまただ。思い出したくないのに、あの時のことを思い出してしまう。彼女に振られた記憶なんて、思い出したくないのに。見え。なんでどうして呼びかけても離れていく。 彼女の背中。その瞬間、景色が変わった。また、もう、やめてくれ。正一は頭を抱えて叫んだ。四畳半ほどの壁も天井も床も全てが真っ白な部屋。ドアや窓はなく、代わりにあるのは二枚の鏡。合わせ鏡になっていて、その中には、無限に続くかのように、 正一がいる部屋が映っている。どうやってこの部屋に入ってきたのかわからない。いや、わからなくて当然かもしれない。これは夢。早く、早く冷めてくれ。もう見たくない。叫び出したい気持ちを何とか抑え、絞り出すように言葉にする。もし大きな声を上げたら、気づかれるかもしれない。合わせ鏡の向こうには、 小一がいる部屋が映っている。そこにいるのも当然小一のはずだ。しかし、この世界では少し違う。鏡の中に見える小一であるはずの人間は全く知らない誰か。男、女、老人、子供。一部屋に一人ずつ。部屋と同じ色の白い椅子に座ったまま微動だにしない。しかし、その中で唯一、 動くものがある。黒い人影。人型の黒いもの。何なのかはわからないが、その黒いものは、それぞれの鏡の中にいる人の顔を覗き込み、また移動する、ということを繰り返している。誰かを探している。正一は、それが探しているのは、自分ではないかという気がしていた。あんな変なものに追われるようなことをした覚えはないはずだ。なのに、 これで三人目。いずれ自分も。そうだ、鏡を壊そう。どちらか一つでも壊せば。正一は、椅子を手に持つと、力任せに鏡に叩きつけた。よし、これで。割れたはずの鏡は、すぐにまた、何事もなかったかのように元通りになった。場面を巻き戻して、 鏡が再生したわけじゃない。まるで、紙姉妹で次の場面に映ったように、鏡は割れる前の綺麗な状態に戻っている。なんで、確かに割ったのに。ここが夢なのはわかっている。現実の世界の法則は通じない。夢はいつだって、思い通りには動かない。そのことに気づいても、絶望感は変わらない。それは、 また一つ、小一の方に近づく。もうやめてくれ。俺が何をしたなんで俺を狙うんだなんで <laughs> そこで目が覚めた。目覚めたのはいいが、恐怖は消えない。眠ればまた、あれは出てくる。どうにかしないと、いずれ。 正一は、自分の目を見開いたまま固まった。目の前に合わせ鏡がある。ドアのない白い部屋、白い椅子。なんで、夢から覚めたはずなのに。まさか、まだ。状況を理解できないまま、自然と視線は鏡の方に動く。やめてくれ。許しを請う正一の言葉を無視するように、 鏡の端で何かが動いた。君島さん、大丈夫ですかえ、あ、鏡の奥に映った影は、それではなく、沢村だったらしい。今の状況はわかりますかえっと、そうか。脳波を取るために、まず眠って。そうです。 少し記憶が混乱していたみたいですね。すみません。いざ夢の中であれを見てしまうと、ただただ怖くて。無理もないですよ。けど、おかげでしっかりと脳波が取れました。夢の中での、それの動きは覚えていますかはい。また一人、知らない男は殺されました。俺のせいで。今、 自分を責めても仕方ないですよ。それ以外に何かありますかかなり近づいてきています。次か、次の次ぐらい。つまり、あと2回夢を見たら、もう。時間がないですね。今、取得した脳波ウウを出力できるように処理しています。処理が終わったら、今付けてもらっている電極から脳波を流します。イメージとしては、 今の脳波ウウの上に、取った脳波ウウを上書きする感じです。少しだけ変な気分になるかもしれませんが、おびき寄せるまでの短い時間ですから、何とか耐えてください。わかりました。それと、これを耳にはめて待っていてください。これは、イヤホンそうです。それをつけておいてください。脳波ウウを流す前に合図します。 わかりました。よろしくお願いします。沢村が再び部屋から出て行くと、正一は急に不安な気持ちになった。この部屋にいると、自分が寝ているのか起きているのか、わからなくなってくる。見分けるには、沢村がいるかいないか。いや、現実世界の部屋には、部屋の外に出るドアがある。待てよ。 夢の中の部屋にも見えにくいだけで、実は外に出るドアがあるのだろうか。始めますよ。突然声が聞こえて驚いたが、小一は反射的にはいと答えた。すると、イヤホンから何やら心地いい音が聞こえてきた。ひそく正しい音ではないし、綺麗な音というわけでもないが、聞いていると気持ちよくなってくる。そう。 もうすぐ眠りにつく。一番気持ちのいい時の感覚。脳波は電極からと言っていたが、この音も何か関係が。意識が夢の中に落ちそうになった瞬間、視界に黒いものが映った。今度のは、沢村ではない。最上でも、いこまでもない。それだ。合わせ鏡の中から、小一の方を見ている。 来るな。俺を見るな。それが、薄気味悪く笑ったように見えた。まっすぐにこっちに来る。逃げられない。そうよぎると同時に、小一は恐怖から目を背けるように、目を閉じた。来た。来たぞ。イコマが興奮するように言うと、もがみはモニタールームを出て走り出した。 もがみにも見えていた。それだとすぐにわかる、黒い人形。沢村、俺たちも行くぞ。え僕らが行っても何もできませんよ。もがみさんも行ってたでしょ。邪魔になるからここにいろと。上常現象の一端を目の前で見られるチャンスだ。もがみが何と言おうと、俺は行くぞ。あ、ちょっとイコマさん。ダン。 背後から乱暴にドアを開ける大きな音が聞こえて、小一は目を開けた。君島さん、無事かもがみさん。出てきたな。それが、夢の中の黒い人型か。そうです。それは、もがみが現れたことで、初めておかしいことに気づいたらしい。キョロキョロとあたりを見回し、鏡の中に映っているのが、 すべて小一だということにも気がついたのか、もがみを睨みつけた。なかなか凶悪な雰囲気だな。横間が言った通りの存在なのかもしれない。けど、こっちに来たなら。もがみは、おふらと大草を出して、それを払うように振りながら、のりとを唱えた。それは、一瞬動きを止めた。聞いている。 も神は、一気にノリとを読み上げた。が、ぎ、ぎ。それは、苦しそうに動きを止めている。へえ、沢村の予想通り聞いたみたいだな。いこいま、来るなと言っただろ。固いこと言うな。ほら、動きは止まってるし、このまま消滅するのも時間の問題だろ。しかし残念だな。 何とかして捕まえたいが。バカ野郎まだ終わってない部屋から出て危ないもがみが後ろを向いた瞬間、それは急に動いた。サーメラの危ないという言葉で、もがみはすぐに顔を前に向けたが、それはもがみの横を通り抜け、イコマに向かった。こいつそれは、イコマの真上で、首の骨を折る動きを見せた。 沢村がとっさに、イコマをしゃがませなかったら、間違いなく、イコマは首の骨を折られて死んでいただろう。もがみさん、早くこいつを。わかってる。言いながら、もがみは焦りを感じていた。なぜだ。なぜあんな動きができる。さっきまで、ほとんど動けない状態だったのに。あれは演技だったのか。こいつは一体何なんだ くそ。もう一度、そう思って、大塗さんを向けた瞬間、それは最上に向かってきた。よけろ、最上。みうわもがみは、首の骨を折られないように避けたが、腕を掴まれ、そのまま無造作に、腕の骨を折られた。えあ。あ、あ。 大うさんを落としたモガミを見下ろしていたそれは、小一の声に反応したのか、ゆっくりと、小一の方に顔を向けた。ひっ。まずいぞ。お払いも効かないんじゃ。今の時点でできることがない。何かないか。何か。小一は、なんとか逃げようと思ったが、体が震えて思うように動かない。生命の危機を目の前にして、 逃げるか戦うかの選択を迫られ、脳は逃げるを選択したようだが、それに体がついてこられない。死ぬ。立ち向かえ絶望で諦めかけたその時、もがみの声が聞こえた。あらがえ死を受け入れるなその言葉に、正一はここに来る前にもがみに言われたことを思い出した。そうだ。 あの時決めたはずだ。こんなわけのわからない理不尽な死など受け入れない。こんな奴に。来いよ、クソ野郎が。俺は、お前なんかに負けない。お前が望む死に方なんて受け入れない。そう言葉にした瞬間、震えが止まった。覚悟は決まるとは、こういうことを言うのだろう。しかし、 まだそれはこっちに向かってきている。覚悟を決めただけでは助からない。い、いっ。イコメやモガミを狙ったように、首の骨を狙ってくると思ったそれは、どういうわけか、苦しそうに頭を抱えている。えなんだ、どうなってるい、い、い、あああ。頭を抱え、 震え出したかと思うと、断末間をあげて、それは目の前から消えた。消えたどうなってるんだなぜ急に消えたわかりません。特に何をしたというわけでもないと思いますけど。もガミ。俺にもわからない。何が起こったんだ状況だけ見ると、 戦う覚悟を決めた君島さんを恐れて、それが逃げたか、消滅したように思いますが。そんな理由で逃げたのか何をしたわけでもないのに。不可解なのはわかります。でも、状況としてはそうとしか。うーん。そういえば、もがみ。お前、なんであんなことを叫んだんだあんなこと君島君に、 あらがえって言っただろ。ああ。お払いも効かない。他に手がない。そうなったらもう、狙われている本人の覚悟しかない。そう思ったらとっさに叫んでたんだよ。この結果を予想してたわけじゃない。なるほどな。しかし、なぜお払いが効かなかったんだ除霊も効かなかったんだとしたら、あの人型は、効くように思い込ませたってことになるのか さあな。でも、そういうことなのかもしれない。結局、あの人柄が何なのかもわからないままじゃ、そのあたりの理由も分かりそうにないな。このままだと消化不良な感じだぞ。まあまあ。ひとまず、君島さんが助かったわけだから。私たちが今回集まった目的は果たせたわけでしょう。真相の解明は、また後日でもいいのでは。 もがみさんは病院に行った方がいいですし。そうだな。あの、ありがとうございました。あれが消滅したのか、それとも逃げただけなのか、まだわかりませんけど、助かりました。俺らはいい。面白い体験をさせてもらったしな。礼を言うなら、もがみにだろう。残念だが、 俺はほとんど何もしていない。お払いも聞かなかったしな。けど、もがみさんが話を聞いてくれて、いこまさんと沢村さんに頼もうと思わなければ、あなたがあの時に叫んでくれなければ、俺は死んでいたと思います。本当に、ありがとうございました。まあ、まあ、いいさ。もがみ、 俺は真相を解明するぞ。興味がある。君島君にも必要に応じて協力してもらいたい。構いませんよ。助けていただいたお礼に協力します。よしよし。沢村、お前も手伝うだろそうですね。確かに興味はあります。俺はひとまず病院に行く。またないごま。ああ、連絡する。 小一を襲った不可解な出来事は一応解決したものの、四人とも何か引っかかるものがあった。黒い人型は何だったのか、仮説の息を出ていないし、本当に消滅したのかどうかもまだわからない。小一は少し不安だったが、その日の夜、夢は見なかった。それ自体にはほっとしたが、さらにわからなくなった。なぜ消滅したのか。 そう思っていた矢先、例の変死事件の犯人が捕まったというニュースが飛び込んできた。警察は、三人の男性、そして、安藤住職の首にも残っていた指紋から、その男、井の坂陸を特定、自宅にいたところを逮捕したという。変死体事件の犯人ということは、あの黒い人方と関係があるはずで、 小一が知っている男の可能性もあると考えていたが、ニュースで見た、井の坂陸という名前に、小一は全く覚えがなかった。誰なんだ、井の坂って。珍しい名前だし、会ったことがあるなら、覚えていると思うんだけど。もがみさん。もしもし、君島です。やあ君島くん。 その後大丈夫かいええ、おかげさまで。もしかして、ニュースの件ですかそうだ。イコマが早速興味を持って、いろいろ調べているらしい。で、その結果を研究所をしたいから、明後日の夜、イコマの研究所に来られないか、という連絡が来た。しかし、私は腕が折れていて、運転ができない。その話をイコマにしたところ、 じゃあ、お前の家に行く、ということになってね。夜8時にうちに来てほしいんだけど、どうかなええ、大丈夫です。俺も興味がありますし。そうか。じゃあ、イコマと沢村にも伝えておく。ところで、君はあの井の坂という男を知っているのかいえ、全く知らない男です。となると、 どういうことになるのか。ま、イコマが何かしらの答えを持ってくるだろう。じゃあ、二日後に。ええ、よろしくお願いします。そして二日後、四人は、最上の家に集まっていた。六畳の和室にはテーブルがあり、その上には、最上の妻が作った料理が置かれている。さて、 じゃあ、俺が調べたことを話そう。食べながらでいいから聞いてくれ。そう言うと、イコマは話し出した。あのイノサカという男だが、奴は実家暮らしの一人息子で、かなり甘やかされて育ったらしい。そのせいか、いろいろな意味で抑制が効かない性格で、自分より弱く見える女性や高齢者、男でも、ひ弱そうな相手には強気に出る、というタイプだな。 当然、人間関係も悪く、それがコンプレックスになって攻撃的になり、さらに人間関係が悪くなる、という悪循環にはまっていたようだ。なるほど。問題を起こしても、それほど不思議ではないな。そうだろう。で、これがその犬坂の顔写真だ。顔つきが良くないな。まあ当然か。こいつ、 君島さん、知ってるんですかい,いえ、知ってるというのは正しくありません。一ヶ月ほど前、仕事の打ち合わせで、朝から取引先の会社に向かった時、ある駅で絡んできた男なんです。駅で絡んできたええ。朝の電車や駅って、混んでるじゃないですか。だから、ちょっとぶつかるとか、足を踏んでしまうとか。 普通にあるから、ほとんどの人は気にしないんですよ。用途ひどくなければ。その時も、混んでる中を歩いていて、少し肩がぶつかったんです。大したことはないと思ったんですが、一応謝ったんですよ。すみませんって感じで。そしたらその男が、大きな声で、おいって言ってきて。無視したら、またおいと。振り向いたら、写真の男。 井の坂が攻撃的な顔でこちらを見ていたんです。君島君はおとなしそうに見えるからな。細身だし、勝てると思ったんだろうね。多分、そうだと思います。別に喧嘩をするつもりはなかったし、適当にいなして逃げようと思ったんですよ。そのうち駅員も来るだろうと思って。案の定、井の坂はいろいろ言ってきたので、適当に、 謝っただろうとか、そんな感じで受け流していたんです。そうしたら、俺のその対応に腹が立ったのか、井の坂はいきなり殴りかかってきて、とっさにかわしたら、井の坂は勢い余って、そのまま転んで、俺はその隙に逃げたんですが、おそらく、その後かなり白い目で見られただろうな、井の坂は。詐欺すまで笑われ、恥をかかされたと思った。 かなりコンプレックスが強い人間だ。恥をかかされることは最も苦痛だろう。そこで、君島君に恨みを持ったわけか。しかし、どこの誰だかわからない。わかるのは、外見は大体こんな感じだった、ということだけ。でも、それがなぜ、夢の中にあんなものが出てくることにつながるんです井の坂の部屋には、 合わせ鏡があったそうだ。それも、ただの合わせ鏡じゃなく、4枚の鏡がな。加えてスマホには、動画共有サイトで、合わせ鏡についての動画を見た履歴があったらしい。4枚の合わせ鏡ってことですか何ですそれは。それに、動画 ?0 時36分の合わせ鏡か。ご名察、さすがはもがみ。 その手のものは一通り押さえているみたいだな。いろんな人間が相談に来るからな。噂でも都市伝説でも、一応は知っておいた方が話がしやすい。あの、0時36分の合わせ鏡って、何ですか ?0 時36分に東西南北に鏡を置く。異なる大きさの鏡を、鏡面が内側に来るようにしてな。 そして、その真ん中にろうそくを立てる。27分間そのままにしておき、そこで合わせ鏡を覗くと、恐ろしいものが映っている、という話だ。それを見た者は、気がおかしくなってしまうという。中には、自分で目をつぶしてしまったり、自殺してしまったりする人間もいる。なんでそんなものが家に合わせ鏡の話はそれだけじゃない。 零時に覗くと未来の自分が映っているとか、三時三十三分に見ると自分が死んだ時の顔が映るとか、いろいろある。中には悪魔を呼び出すなんていうのもある。悪魔井の坂は警察に逮捕された時、おかしなことを口走っていたらしい。鏡の悪魔がやったんだ。自分じゃないとか。自分は操られていただけだとか。 本当に精神がおかしくなったのか、罪を逃れるためなのか、それはわからない。警察は精神鑑定も考えているようだが、実際にあれを見た俺からすると、おそらく稲坂は本当のことを言っている。だから、わけのわからないことを言っているようでも、多分責任能力はあるということになるだろう。自分がおかしいなんて認めるような奴じゃないしな。とまあ、それを踏まえて、 今回の事件の推測だが、駅でのことで、君島くんに恥をかかされたと思った井の坂は、翌日以降、出勤の時、帰る時、君島くんを探した。しかし見つからない。なぜなら君島くんは、たまたまその日、打ち合わせでその駅を使っただけで、普段は使わないわけだからな。井の坂のフラストレーションは溜まっただろう。見つからない。でも見つけたとしても、 自分が勝てるのか、何とかやり返せる方法はないか。そうやっていろいろネットで調べていたときに、合わせ鏡の話を見た。いろいろな噂がある中で、井の坂は、悪魔を呼び出して従えることができる、という部分に惹かれた。それは数ある噂の中の一つで信じがたい話だが、本当に従わせることができれば、君島君に勝てる。そう考えた。 そこでさらに調べていくと、履歴が残っていた動画を見つけた。その動画は、合わせ鏡を検証するというもので、鏡の中に何かが映っているというところで終わっていて、一部では話題になっていた。まあ実際には、動画作成者の演出で、本物じゃなかったわけだが、井の坂はもしかしたら、本当に悪夢を呼び出せるかもしれないと考えたんだろう。普通なら、 いい大人はそんな結論に至らないが、もともと思い通りに行かないとすぐに怒るタイプだ。加えて、大勢の前で恥をかかされたと思ってる。だから、冷静な判断ができる状態じゃなかった。そこで、井の坂は0時36分の汗鏡を実施した。まさか、それで本当に悪魔が出てきたと、あの黒い人型は悪魔ということですか多分違うな。 ああ、俺も違うと思う。じゃあ、一体何だと俺は、覗き込むと見えるのは未来とか死に顔とか、そういったものではないと思っているが、もがみ、お前はどう思ってる多分見えるのは、覗いた本人が持っている、最も醜い部分なんじゃないか。近いな。俺は、 覗いた本人の心の現実を見せられるんだと思う。人間にとって一番見たくないものは自分の醜さだ。人はみんな自分はいい人間だと思いたい。本来誰だって醜い部分がある。だから大して気にすることはないんだが、それでも気にするのが人間だ。普段の生活の中で自分の醜さが垣間見えることがあっても、できるだけ見ないようにする。だがもし、 それを見せつけられたら、それを認められず、ゲシュタルト崩壊のようなものを起こして、気が狂ってしまう。その結果が、自殺や、現実を見ないために目を潰す、といった行為につながるというのが、俺の推測だ。自分の最も醜い部分、自分でも気づいていないような、そういうことだな。それを唐突に見せられて、 耐えられるかってことだ。俺は少しだけ違う考えだ。まあ大枠は同じだけど、覗き込んだ時に見えるのは自分の最も醜い部分。それは多分、自分と同じ姿をしていて、覗き込んだ時に、それが目を見返してくるんだと思う。今回、俺たちが見たのはそれだ。つまり、井の坂の最も醜い部分だけを取り出したもの。 井の坂のような人間なら、そんな醜い自分は特に受け入れられないはずだが、君島君への怒りで染まっていたその時、井の坂はこう思ったんじゃないか。こいつを取り込めば、力を得られるかもしれない、と。こいつを取り込んで、恥をかかせた相手に仕返しをしてやると。そして、それを自分の中に取り込んだが、取り込まれたのかはわからないが、 それは猪坂の怒りに呼うして、記憶を辿って、君島くんを探し始めた。イメージとしては、式紙みたいなものかな。夢の中の世界が合わせ鏡だったのは、それが合わせ鏡から生まれたっていう、その程度の理由だと思う。とにかく、そうやって記憶の中を辿って顔を確かめ、似ている人間を殺害しながら、徐々に君島くんに近づいてきたっていうことだ。 つまり、生きてのちょっとしたことが原因で、俺に殺意を抱いて、あんなものを生み出して、関係のない人を三人、助けようとしてくれた安藤住職までも、殺したと。そういうことなんだろうな、多分。そんな、そんなことで。確かにそんなことと思うけど、井の坂にとっては、何よりも許せないことだったんだろう。 何に怒りを感じて、何に喜びを感じるかは、それこそ千差万別。まあそうは言っても、井の坂は行き過ぎな気はする。ここまでの人間はそうはいないだろう。なるほど。終わってみれば、人間が一番怖いってことですか。そんなもんだ。人間以上に怖い生き物はいないさ。人間以上に優しい生き物もいないと思うぞ。 触れ幅が大きいのは確かだけどな。あ、そういえば、なぜお祓いが効かなかったのか、わかったんですかいや、はっきりとしたことはわからない。けど、相性みたいなものがあるのかもしれないと思う。相性相性。相性普通の幽霊や悪霊なら、お祓いや除霊で対処できる。相手の力によっては、 うまくいかない場合もあるけど、それは単純な力の差で、聞くか聞かないかとはまた別の話だ。でも今回の奴は、力の大きさに関わらず聞かなかった。でも、君島君は覚悟を決めた瞬間に消滅した。それは、本体である井の坂の性質を考えればなんとなく納得できる。井の坂は、自分に向かってくるものには勝てない。恐怖に支配された君島君が、 抵抗を諦めているうちは良かったが、覚悟を決めて向かって来られると何もできなくなる。駅の時も、怒鳴り散らしてや、それでもひるんでくれない相手には我慢できずに暴力だ。冷静さの欠片もない。黒い人型はそういった性質を反映していたんだと思う。悪霊でも幽霊でもないから除霊やお祓いは効果がなかったが、君島君の覚悟で消滅したのは、 相性があったというか、それが弱点だったということだと思う。なるほど。面白い見方だな。四人の人間が亡くなっているから、素直に喜べることではないと思うけど、君島君も、あれだけの恐怖に立ち向かったんだから、だいぶ腹が据わったんじゃないか。そうですね。確かに、今まで怖いと思っていたこと、 転職がうまくいくかとか、これからのこととか、死ぬっていう状況に打ち勝ってきたことを考えれば、全然大したことないって思えます。だろうね。最初に会った時とは雰囲気が違う。もちろん、問題が解決したからというのもあるけど、随分と頼りがいがありそうに見える。今の君島くんならもしかしたら、彼女とやり直せるかもな。 そこは、どうでしょうね。言いながら、正一はこれからのことを考えていた。彼女に連絡を取るのもいい。けど、新しい自分として、すべてを新規一転するのもいい。いや、その方がいいかもしれない。そうするか。何をそうするっていえ、こっちの話です。それより、飯が冷めちゃいますね。 いただいていいですかはあ,あ、もちろん。この三人がいなければ、そして安藤さんがいなければ、自分は死んでいただろう。感謝しても感謝しきれない。でも同時に、負けなかった自分もいることを、しっかり褒めるべきだろう。よくやったと、自信を持って。